はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。これはですね、連合ニュースの昨日の記事なんですけども、割合注目をされました。キム・ヨジョン氏が談話で異例の大韓民国使用、韓国は別の国と強調かというふうですね。読んでいきますと、北朝鮮の金正恩国務委員長の妹、金正恩副部長が談話で、韓国を従来の南朝鮮ではなく大韓民国と呼び、正式名称ですね、その背景に関心が集まっている。与正氏は10日と11日に発表した日経の談話で、米空軍の偵察活動を非難しながら、その正当性を主張した韓国を大韓民国と呼び大韓民国合同参謀本部、大韓民国の軍部などと表現した。大韓民国や韓国はこれまで与正氏の談話はもちろん、北朝鮮のメディア報道や公式文書でも使われていなかった表現だ。北朝鮮は通常、韓国を南朝鮮、または非難の意を込めて南朝鮮傀儡などと呼んでいた。これは韓国が北朝鮮を統一に向かう過程で生じた暫定的な特殊関係の対象と位置づけているのと同様、北朝鮮も韓国を同じ民族あるいは統一の対象と、統一の対象とみなしてきたためだ。だが、与正氏が正恩氏の委任を受けて発表した談話で、大韓民国という表現を使ったことから、北朝鮮が韓国を別の国と乱す姿勢を鮮明にしたとの分析が出ているつまり韓国を国家として認めるということですね。以下うじゃうじゃ書いてあるんですけど、私はそうは思いませんあのね、大韓民国と呼ぶんであれば、その前に韓国と呼ぶでしょう国家として認めるんであれば、それでも十分だと思うんですね。いわゆる大韓民国の略称は韓国ですからまあそっちに飛ぶでしょうね。わざわざ大韓民国とは呼ばないはずなんです。で、キム・ヨジョンさんというのは、書いてある通り、あのデブのブーの妹なわけですね。妹が言うたということは、お兄ちゃんの了解のもとにやってるわけであって、そこにはですね、単純にこれから国として認めるというような簡単ではない意味が隠されていると思います。それはですね、簡単に言えばですね、要は援助を請うてるわけですよ。助けてと言うてるわけですよ。ところが、あの国はプライドが高い、メンツがあるわけであって、表面切ってそれは言えないわけですね。そう呼んでやるよお前らって、だから物よこせと、まあそう簡単よ、そういうことですね。で、今南北のチャンネルは閉ざされているんですね。あらゆるところで、閉ざされていましてですね、南北間の直通電話もですね、向こうが出ない状態というふうに報道されていますただですね、北は相当に困窮している様子ですね。最近あんまりですね、具体的なニュースも来なくなりましたけど、まあ相当に困ってる餓死者がやっぱり目立っているという状況が想像できます。だからなんとかしなあかんわけですよ。なんとかしなあかん、いろんなオプションの中の一つが日本であり、もう一つ韓国なわけですね。で、中国とどうやら相当なんか、なんていうか仲が悪そうな感じですね。まあ習近平ガツーッと来てるんでしょうね。だから豚が曖昧権限が俺らもう何も開いたらへんとかそういう感じではないですかね。で、豚もですね、ブーもそんなブーも行くの嫌やって怒られるもん、怖いもんあの人みたいなそんな感じですね。なんでですね、なんと言いましょうね相当困っててですね、韓国から援助が欲しい、でも表向きそれは言えないんで、まあサインを送ってるというふうに見るべきでしょう。そういうふうに韓国側がですね、呼んでですね、対話を開始したらいいんですけど、読めるでしょうかね、果たして。ムンジェイン時代は多分ね、
あれなんですよ、僕らが知らんところでね、なんかいっぱい援助してたんですよ、ムン・ジェインが。ところがですね、ユン・ソンニョルになったらですね、それ全部止まったんですよ。だから相当困ってるんちゃうやろかという気がします。もう1年ちょいになりましたからね。多分ムン・ジェインの時はお金も送ってるでしょうし、物も送ってるでしょうし、背取りなんかを助けてるでしょうし、相当ですね、繋がってたんちゃうかなという気がしますよ。なんで、ユンさんになってですね、途絶えたんでですね、ちょっとはこう機嫌取らなあかんやんというところでですね、大韓民国を呼んだんではないですかね。で、日本とのですね、話し合いもしてもいいでとかって言うてんのもですね、多分相当にですね、困ってきてですね、今日も言いましたけど、欲しいものリストがもう出てるという話が漏れてきています。多分そうなんでしょうね。ですので、やっぱりここはね、日本にとってもね、まさにですね、あれですよ、拉致被害者を返してもらうチャンスですね。多分ね、相当ひどいことになってると思うんですよね、実態は。拉致被害者もね、おそらくピンピンとして帰ってこれるような人ってもう数人いるのかなという感じ に思います。なんで、その実態を受け入れざるを得ないんですけどね、日本はね。でも向こうはそこは絶対嫌なんでしょうけどね。まあその辺は置いといてですね、韓国がどう出るかですね。で、韓国と北というのは、いわゆるパンムンジョンという日本でいう反問点ですね、あそこでね、ある程度会話はできるんですけども、もっと砕けた話をしたいんであればですね、それこそ北京チャンネルとかですね、ストックホルムとかですね、モンゴル、ウランバートルとか、あるいはベトナムとかでですね、やればいいわけであってですね、ユンさんにそういうセンスがあるかな、ないかなという感じですね。いろいろね、韓国側はですね、北との間の懸案というのはですね、あるっちゃいっぱいあるわけですよ。もうないっちゃないわけですよ、喫緊に何かすぐ解決しなあかんというのが。もう、南もね、むっちゃ拉致被害者いるんですよ。でも南の韓国は全然気にしてないんですね、そんな拉致被害者なんか。でだからそんなにギャーギャー言わないし、あれないし、で、金剛山開発とか、ヘソン。とかのですね、工業団地とか共同事業とかあるんですけど、ああいうものがまた元に戻るっていうのもですね、なんかちょっと考えにくいなと。ただでもユン・ソンニョル政権はただでお金出したり物をあげたりはしないと思うんですね。でそれにですね、国連の決議もありますからですね、何かですね、なんていうかバーターにならないと応じないと思うんですけど、でもですね、こうやって北が明快なですね、今までなんそんな大韓民国はおろか、韓国とも呼んだことないですよ、北は。ほんまに私が知ってる限りは。ここにも書いてある通りですね、南朝鮮、よくて南朝鮮、悪ければ南の傀儡とかですね、そういう言い方をしてるわけであって、ものすごい変化だと思います。でものすごいサインだと思います。これを正確に読み取ってですね、チャンネルを開いて話し合いをしてですね、何か引き出せればいいわけですし、一番いいのはね、何でしょうね。韓国側にとって一番いいのは何でしょう。軍事的緊張とくるいうことでしょうかね。核実験はしませんという約束を取り付ける。ミサイルはしゃないと思いますよ。核実験はしないという約束を取り付けることでしょうけど、それもかなりハードル高いですね。ということでございましてですね、北がかなり困っていてですね、ここまで言うかというですね、大韓民国なんていう言葉を2回も使ったら、しかもヨジョンがですね、これはですね、腰を抜かすほど朝鮮半島ウォッチャーとしてはですね、腰を抜かすほどの出来事なんです、実は。これは何の気もなしに、じゃあそろそろ言おうかって思って言ってるわけちゃうんですよ。綿密に計算をしてあるわけであって、大きな大きなですね、サイン、キム・ジョンウンからですね、南のユン・ソンニョルに発せられたサインなわけでして、
ここを機敏にちゃんと捉えて動けるかどうかと、NATO に行ってへいへいへい言うてる場合ちゃいますよユンさん、ほんまに、ほんまに北をなんとかしてほしいわほんまに、という話でございました。この連合ニュースのですねアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。